お聞きの皆様こんにちは今日は12月入りましたね12月いよいよ突入2020年最終月ですよ今日はね4日4日金曜日あってる金曜日お昼2時を回りました FM なはアイプラスチャンネル今日も私におめでとうの時間をねあの始めていきたいなと思いますいかがお過ごしでしょうかえっとねあのそう ニタニタしてるでしょにたにたしょニニタタてるってあの顔を、ね、ご覧になれない方もいらっしゃるかもしれませんが声がなんか笑あのけてるでしょ私あ私駆け込みです、今日はねあはいつにも増して駆け込みでガーみたいな感じで、ね、来ました、あのー、無事到着してちゃんと、ね、時間前にスタンバってこの時間を皆さんと、ね、共にできるのをこれからの1、ね、時間どうぞよろしくお願いいたします。はい 12月に突入しましたが今日寒いけど <laughs> まあ12月ですからみたいなところあるんですけどもねさっきね見たらうんなんとお天気、まあ、雨が沖縄地方雨が今、まあ、小雨が降っているんですよねあの傘さしてらっしゃる方もいらっしゃるんだけども私もねあの車を止めて FM 那覇のこのスタジオまでは。 傘を途中までさしてましたがスタジオに近くなるにつれて、ね、あの結構、ね、風が強いんですよね、この辺り他の場所よりも海が近い、でもね海そあの、目の前で見えるわけじゃないんだけども風の通り道なんでしょうね、傘ね途中でさせなくなっちゃったんです。あのこれ絶対ひっくり返る傘あの 風みたいな感じで、だから、途中、あの小雨の中を、傘を閉じて、あの駆け足でね。たという、その直前がありました。ね、沖縄地方、少し冷えてますね、なんとね、あのまあ、今、携帯で見てるわけなんですけれども、17度、点々点みたいな、寒いはずだ、みたいな感じですね。朝はね、あの私。あのーまあ もうキツキツのタイトな講座が、あのー、急遽入ってですね、あのーまあ、急遽じゃない、予定されている通り、あのー、時間押し押し気味でね、あ,のあったので、直前まで自宅にいたんですが、お家の中もね、今日寒いなみたいな、で座っているので、ずっと Zoom の前でのオンライン講座だったので、うーん。 腰がねちょっとね痛くなる時あるんですよねずっとこの同じ姿勢をしていてで今日はなんか腰にきそうだなって思ったので途中から、あのー、北海道私はね腰に張って講座をしてたんですよオンライン講座をねでもね寒さのせいだったんだなっていうのもね後で気づきました <laughs> お家の中にいたらね分かんないけどもきょなんか冷えるなみたいなのでちょっと座りっぱなしで腰がが何 凝りそうだなって思ったので北海道貼張ってたんだけども、あのー、携帯のこの気候情報天気お天気情報を見てびっくり17度わ最高気温もね今日は20度で最低気温が17度今現在の気温が17度ですのでわ今日 寒いいみたいな感じで,すねでもね <laughs> 駆け足できたからあの体はね温まってるんですよあのなので、あのー、なんだろうスタンバイ OK でねこの時間に突入していますがお聞きの皆様はねどんな場所でそしてそちらのねお天気のご機嫌はいかがでしょうか沖縄でね17度だからもしかすると他の場所は もっと寒いですよねだって12月ですもんみたいな感じでしょうかあのちょうどこの先週末からあのこの週は内地からのねお友達だったりとかまた仕事仲間がねあの沖縄入りしてる方が結構多くてそしたらあの <laughs> お天気が悪いとうちなんちゅうあるあるじゃないですかごめんねみたいな <laughs> ごめんね寒いよねごめんねとかね。 雨だねごめんねみたいなあの私そんな風に出ちゃうんですけれどもせっかく沖縄来たから12月という江戸もあったかかったりとかどうせなら暑いっていうのを体験してほしかったりとかね、あのー、日本列島長いでしょ沖縄はあの12月でもこんな暑いよみたいな感じで言いたいが多分ねお天気よろしくって思うんだけどもこの1週間やっぱりね冷え込んでましたね。 で17度ってなったらごめんねって <laughs> でごめんねって私が言ったらえっとかってえ「お天気って美香さんの管轄なんですか?」って聞かれるんですよ。 あのそうじゃないけど私に任せてくれるならばあの思い通りのお,かお天気も、ね、変えたいぐらいですよみたいな感じで、ねあのー、お伝えしたりとかしたんだけどもね今日の、ね、お天気は、まあ、冬らしいといえば冬らしいし、まあ、冬になったら冬でねあのおしゃれが、まあ、女性は、ね、楽しめるんじゃないかなって思います。沖縄って、ね、あんまり、ね、四季があの春夏秋冬、あのー 季節がねそんなガラッと変わるとかその変わり目ってめっちゃ曖昧だったりとかするのであのもうずっと暑かったりとかねなんかいきなり2日間だけ嘘みたいに寒いみたいなのがあの行ったり来たりするそんなねあのお空の模様が多いような気がするのであの冬らしかったら冬らしいお天気を楽しんで 装いもね、おしゃれも楽しめたらいいなって思うんですがあの結構ね、いきなりだといや寒いみたいな感じになりますよね、特に寒さとかっていうのはね、沖縄の人、あのそうもう寒いって分かっていれば私も、ね、寒いの好きなんですよね、暑いのも好きですごい暑い、ま、もうめっちゃ暑いとかっていうのも好きなんだけども、ね、なんかきょも楽しめたらなっていうところでしょうかね。はい 皆さんがいらっしゃる場所のお天気のご機嫌を伺いつつでも左右されずにっていうところかなちょうどね今日講座でお天気についてねあのテーマが出たんですよねあの講座の内容は「心コンシェルジュ」というコミュニケーション女性が心豊かにそしてん深い対話でまあ聞き方 あの聞くっていうのは相手のお話を聞くっていうことなんだけども聞き方によってコミュニケーションの質が変わるだけじゃなく次元が変わるコミュニケーションの技法があってですねそこの,あのオンラインの,あの教室を私やってるので認定講座なんだけどもやってるのであのそれがね午前中ちょっと結構ねぎしあのあの入ってきたのでねそこを今日はねやっておりました。そこで 参加者さんからのまず一番最初にね、あのーまあ、チェックインっていうのを、ま、連続講座の時はするんですが、あのー、チェックインってホテルのチェックインと同じなんだけどもその時間にちゃんとねチェックインインするために。 さっきまでのことをちょっと横に置いといてこれからの学びに集中していただくためのチェックインなんですね。でそこであの最近の私とかねあの気になることとか、まあ、ご質問も含めてねあの言葉を交わし合うっていう時間があるんですね。でそこでお一人の参加者さんが最近まあお天気があんまり良くないとあのそうそうそう秋田の方。 お天気があんまり良くなくて寒いしっていうところでねで、まあ、そうなると気持ち気分もそのお天気に影響されて沈みがちだったりとかで体もなんかあんまり、ね、調子良くないんですみたいな感じだったんですよねああ分かる分かるみたいな、ね、聞いていらっしゃる、ね、あのリスナーの皆さんも、ね、分かるなみたいなところないですかお天気気によって気分が変わるみたいな まあ、今日寒くて、ね、沖縄地方はしとしと雨が降っているんだけども、あのーまあ、こういう季節、こういう気候があーしっとりしていいなとかねなんか落ち着くなという方もいらっしゃると思うんですよね。でもそうじゃなくてなんか気持ちが沈むなとかねなんか寒いと体が縮こまって、あのー、思うように。 やる気が出ないないとかね体の調子もなんか縮こまって動きたくないなみたいな風に私たちはお天気ででも影響を受けるる心や体があるじゃないですかだからねもう皆さんそうだと思うんですよねだから「うんわかるわかる」みたいな感じでねあの全然それで私はいいと思うわけなんだけどもでもお天気で 変わる時もあるわけじゃないですか。影響を受けるっていう時は変化をしているということなので、あのまあ、変化は良しとしてもあの影響されすぎると左右し、続何左右され続けるとあのそこがね。私はあちょっちょっとお待ちみたいな感じになるんですよね。あの影響は受けてもいいと左右されてもいい。でも。 望んでないものに影響を受け続けるとやっぱり望まない状態が続いてしまうそうするとそこからなかなか抜け出せなくなったりとかねでそしてそうねその状態が心の状態が続いて体の状態が続くとあの体が本当にね、あのー、もう現象とし,して不調になってくるんですよね。これ 自分の経験もそうだしやっぱりセッションとかねあの生徒さんの状態,、あのー、まあ状態心の状態と体の状態を見て聞いて感じさせていただいた時に一瞬だったりとかま1日2日だったらまこんな時もあるよねこんな日もあるさみたいな感じで済むんだけどもそれが1週間もとか1ヶ月もとかもう気が付いたら3年もみたいなふうになってたらまあ 心だけじゃなくて体に支障をね来たすことってあるわけなんですよ。あのー、ねそれがあのうーん本当にね症状としてまた。うーん ね、治療が必要だったりするることも出てくるでしょうで,でもねそれが最初のきっかけって結構ねお天気とかねもうさ細いなことたわいもないことだったりとかそこから始まったりとかするんですよねだからそれが影響され続けると左右し続けちゃうと、あのー、本当にねそこから抜け出せなくなるのがそこは私はね、うん、ちょっと待ってみたいな感じになるので。あの そうやって変わったのならばそこからまた変化がねあの自分の中で変化させることができますよっていうところなんです、まあ、どうやってっていうことなんだけどもあの私がね沖縄のお天気の管轄が私でないのと同じようにこのお天気を変えるっていうことは難しいかもしれませんあのもしかするといやいや簡単ですよっていうその気の使いで、 天気をも変える気の使い手の方はも,うもちろんです、ね、存在するんですよ、この世の中には。でも、でまだまだそこはまだまだだ私できませんという場合にはあの、まあ、お天気は変えられなくてもあのお天気でこういう気持ちになる体の状態になるのは良しとしましょう。でそこを、まあ、こんなふうに、ね、私、質問したりとかするんですよね。 あのどんな気持ちですかとかねあのどんな心の状態ですかどんな体の状態ですかってあの自分でその質問に言葉に変えてね言語化して答えることができたら把握できたらいいんだけども。 あのそんな気持ちも湧かないとか何か説明できないとかねまた子どもたちに子どもでも気分が変わったりとかするでしょう気持ちが変わったりとかあのお天気に左右されたりすることもあると思うんですよだから子どもにそんな難しい質問してもね「てんてんてん」みたいな感じになるからあのお天気とになぞらえて今の自分の気分をお天気に表すとしたらどんなお天気みたいな感じで聞くんです。 あのこれね子供に聞ける質問だしあと大人にもねあのすぐに心の状態や体の状態を言葉で表せなくてももし今の心の状態や体の状態をお天気に表すとしたらどんなお天気ですかって聞かれたらどんなお天気っていろいろあるじゃないですかあの快晴とかねあの薄曇りとか。 またはどんより曇ってますとかねまたはん何,だ何でも厚い雲に覆われてあのお昼なのに暗いですとかねいろんな表現は自分のサイズでできると思うんですよねまた土砂降りですとかねあの嵐ですとかね台風来てますみたいな <laughs> あのでも晴れのち曇りとかねあの曇りのち快晴みたいな あのそんなそうう表現もで、ね、できたりとかすするわけなんですなんぜかというと体験したことがあればっていうことだし体験していなくても想像イメージがつくとしたら、まあ、そこをね、あのーまあ、お天気に例えるとしたらっていうので言葉にしていくだけで実はあのなかなか詳細を説明できない心の状態や体の状態も 表現がでできたりとかすするんですよね。そしたら「ああそうなんだどんより曇ってるんですねなるほど」って外がどんなに晴れててもその人の心の状態がその人が表現して「どんより曇ってます」って言ったら「ああどんより曇ってるんですねなるほどうんうん」みたいな感じで聞くんですよ。でそして次の質問が、 うんじゃあ今どんより曇ってるとしたらあの、ね、きっとそうなんでしょうねでももし例えばこのセッションが終わる頃または講座が終わる頃にどんな気持ちになっていたいですかそれをお天気に例えるとどんなお天気になってたら嬉しいですかとかねどんなお天気だったら満足ですかみたいなそんな質問をするんです。そうすると 面白いですよ皆どんより曇ってます」みたいな感じで言ったら「あのじゃあねこのセッションが終わる頃どんなお天気になってたらいいと思います?」みたいな感じで聞いたら「そうですね」みたいな感じでね<笑><笑>あのあの見える空なのか見えない空なのかその人には感じられるあのお天気となんか対話してるようなねあのなんか遠くに目線をやってね 上を見るのか下を見るのかもう自由なんですけどもあのその人の状態によってねそうですねって言ってあできれば快晴でなくてもいいから今のこのどんより曇っているお天気が少し雲が晴れて太陽の光が見えたらいいなって思いますみたいな感じでねお天気のセット つまりね選択ができるんですよあの。もちろんその質問に対して本人はねこうだったらいいなをただあの言ってもらってるだけなんですけれどもこれ何が起きてるかっていったら変えられないと思ってるものを選択して変えることができるっていう体験をしてもらっているんですね。あのこれ、ね、子供でもでででですすするるんんき ぜひ、ね、お子さんいらっしゃるご家庭の、ね、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが聞いてくださっていたら、あのー、朝起きて、ね、不機嫌だったらあの、まあ、不機嫌な時に答えてくれるかどうかわかんないけども、まあ、聞き方もね大事ねあ,のあんたのね不機嫌でなんでねみたいな感じじゃなくてあらあらあらみたいなおはようみたいな今の心の、ね、お天気にするとしたらどんなお天気みたいな感じで優しく問いかけて。 あげていやこんななお天気みたいなあの対話がね会話ができたら「ああそうね学校行って帰ってくる頃にはどんなお天気だったらいいかね」みたいな感じで聞いて子供なりにね晴れたらいいなとかねまたは。あの 土砂降りでも楽しいみたいな、水遊び、あの水たまりで遊べるからみたいなね <laughs>、子供らしい何かお返事が来たら、もうそれさえもうんうんって聞いて、あのー、もらえると、あ、お天気ってね、どうやっても変えられないかもしれないけれども、選択なんだ、つまり気分や気持ちや感情って選べるんだっていう体験ができれば、実はその体験によってね、 あ選択していいんだっていう許可がね私たちね下ろせるようになるんですよねお天気1つですごくないですか私ねこれ聞いた時に確かにと思ってねあのそれから時々ね使ったりとかしますあの質問したりとかねでこれねどこから教えてもらったかっていうとそうそう 私がまだ NLP 心理学習いたてかその前ってコーチングを勉強しててですねあのコーチング講座っていうのを学校の先生向けだったりとかあと,えっとまあ指導者向けにさせてもらった時にそこの,まああの施設のセンター長の まあ方がねまあ、先生がそこに研修に来てらしてあのセンター長化されてたんじゃないかなあのそこで、まあ、いろんな学校の事例とかをあの情報交換とかねさせてもらっていたんですよねそしたらあのその先生がクラスを持ってらした時にあの健康チェックみたいなのをあのしてたらしいんですね、まあ、小学校の時にはい何番何々 っって聞かかかかれたたらあの健康でで、ね、ですすすととね頭痛痛いお腹痛かったですみたいなあのそれを先生が、ね、出席と一緒に健康チェックみたいなのをしてた時になんか通り一ぺんで面白くないなっていうかあの子どもたちもうーん遊びたいのに例えばどっか痛いですとかうんあんまり調子良くないみたいなことを言ったら 休み時間遊ばせてもらえない保健室に行きなさいって言われると嫌だなみたいなところから嘘をついちゃったりとかねあの調子悪いのに嘘をついちゃったりとかまたあの健康ですとか問題ないですみたいなふうに言っとけば先生があのまあはいはいはいみたいな感じでチェックしてあの見過ごしてくれるみたいなのがなんかパターン化してたらしいんですだからこれ良くないなって思ってもう少し子どもにも 自分の気持ちとか体の状態をちゃんとあの自分で見れるようになってほしいなと思って、あのー、お天気で表すとしたら今日のお天気は何かなみたいな感じで <laughs> その先生があの子どもたちに、ね、聞き始めたらしいんですよ。そしたたら子どもちがが面白がって ちゃんと、ね、表現するようになったんですって自分の心の状態や自分の体の状態をお天気っていう身近な、あのー、ものでね表すようになったそうなんですよね。いやこれすごいなって私思ってねでそれを、まあ、コーチングはねの今の現在地から望むところにコーチはあのーまあ、伴走して。 その人が望むところに行けるようなサポートをするコミュニケーション技術なんだけどもあの今の現在地現在の状態があってじゃあどうなりたいですかどうしたいですかっていうのを、まあ、アプローチしていくわけなんですねコーチングではだからこれコーチングで使えるなって思ってねあの今のお天気はどんなお天気ですかじゃあ,あのこれがよしだったら 例えばねよしとしましょうまたはキープできるようにどう何ができますかとかねまた変えたかったらあの快晴すぎてねお日様が眩しすぎてもうちょっと暑いからもう少し雲がねあかぶってほしいみたいな。あのそのそ 快だけけけがいいいわわじゃないわけなんですね自分の心地よさ自分の状態によって選択ができるから心地よさでお天気を選択して自分の状態を変えていくっていうのをあの、まあ、体験できるなって思ってねあの今の状態を聞いてお天気に例えると今の心の状態か体の状態をお天気に例えるとどんなお天気ですか でそして例えばこの時間が終わる頃とかセッションが終わる頃またあ何か問題が解決した頃また目標が達成した時にどんなお天気だったら満足ですかとかねあの確信持てますかとかって聞くとすごくねあのうーん等身大で自分の状態を伝えて変化させてそこを目指せる。 っていうことがその流れが起き始めるわけなので,、ね、でね今日もねそういう講座で、ね、そういう話をしながらなので今日、まあ、寒くて <laughs> 小雨が降ってますが、まあ、あの私はいつもね自分のモットーとしてどんなお天気であっても心にお日様が昇ってますみたいなね風にセットアップしてるんですよねあのだからなんだろういつもあの ニコ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 通り過ぎてあのヘラヘラしてるみたいなねあの陽気でいるみたいな感じなわけなんですけどもこれは多分ね選択してセットアップこれ成功してるからだなみたいなねふにあの思っています <laughs> で面白いですよねあのそしたらね自分の気持ちが心ってすぐに変えられないなとかねこの体の状態ってどうやっても,抜も簡単には抜け出せないなって 思っていても結構ねこれがね思い込みで勘違いだっていうことに気づけたらあのまあね気持ちが緩むんですよなんだみたいな感じで,で気持ちが緩んだら柔軟性が増すのでねあの選択肢が増えてることに気づくんですよあの結構ね状態が思い通りじゃない時って もうこうでしかないとか他に選択ができないって思っている時って視野が狭くなっていたりとかあとん体がね縮こまっていてうん思うようにねあの動けなかったり行動が起こせなかったりとかしてるんですよ。でもこれがねお,お天気を選択してそのお天気だったらいいなみたいな感じでね。セッットアップして変わるならば 安上がりじゃないですかみたいなところですねあのそんなもんです私たちって <laughs> そんなもんなんですよあのすっごく、ね、シンプルだっていうことですねだって12月に入って、うん、だんだんと、ね、あの冬らしく沖縄もなってきますがあの暑くてもお天気が良くて暑、ね、いエアコンかけないと車運転してのきついとかって12月でも、ね、そんなお天気であっても 例え,ば例えばですよ、あのー、ク,リマクリスマスソングが流れてきたりとかまたは街角でイルミネーションクリスマスっぽいなみたいなイルミネーションを見かけたり、ね、そういうクリスマスっぽいものを見たり聞いたりしたら感じる私たちがいるでしょああ、12月だなーとかねあーく今年もクリスマスがやってくるなーみたいな感じで。 すぐ、ね、その感覚になれませんかね面白いですよねだからね心って気分って感情ってこんな風にねお天気以上に <laughs> そうお天気以上にコロコロコロって変わるんですよねあのそれを知ったらやっぱりねそれを、うん、相手任せお天気任せにせず自分で変えていけたらいいよねみたいな <laughs> ところです。 そういうところからちょっとね。一息一曲、ここでね曲を挟みたいなと思います。あのクリスマスっていうキーワードが出たからちょっとね。あのまだ先なんだけども、fm 那覇でもね。ツリーがえっと。あ先週はねまだね。オーナメントとかね。飾られてなかったので、今見たらね。あのあの飾り付けがされてます。そうなるとね。ウキウキ気分がね。あのー。 湧いてきまますすよよねね感じられますよ、ね、では曲もちょっとね先取りでクリスマスソングをねお届けしたいなと思います。今日ね1曲目お届けするのはこちらはね「あのサンタ・ユー・ア・ザ・ワン」うまく発音できた。えっとねこれも何て言うのえっとちゃんと英語になってんのかしら。でもタイトルがね SM タウンのクリスマス,スシーズンにかかる曲なんだけどもサンタ・ユ h ア・ o ワンっていう、ねあのー、曲をお届けします。ちょっとでもねクリスマス気分を感じていけたら一緒にね感じていきましょう。それではお聴きください。 今日1曲目は SM タウンのクリスマスソングでサンタ・ユア・ド・ワンをお届けしました。あのーえっとね、うんたくさん出てくる <laughs>、たくさんの方たちの声が、ね、あの知ってる方は聞こえたかなと思います。スーパージュニアとかね少女時代とかねシャイニーとかね東方神起とかね <laughs> あの皆さんの声が入ってるんですけどもね。あのー そうやっぱりねそういうクリスマスっぽい曲を聴くとぽくでもそんな気分になるから面白いですよねだからね本当にね私たちの心ってお天気以上にコロッコロッコロッってあの簡単に変わるっていうことなんですでもそんなにね心ってそんなに変わらないとかね体の状態って変えられないみたいな風に思っている私たちの思い込みが 変わらないを確定しちゃうから結構ね厄介かよねあのー、この体の中にこの考えも思いもあの本当のね,ねこの部分もね同時存在するからね <laughs> あの面白いですよねでもね何て言うんでしょうい今今一度っていうところでね、あのー、多分私たち、あのー、思っていることと、まあ、願っていることとそして考え 言ってる言葉と行動が一致したらほぼほぼ幸せだと思うんですよね。あのなんかうまくいかないとか、うん、悩んでいる時とかね望んでいる状態じゃない時って多分ねどこかがずれていて一致していない時になんかね通ってないとかねなんか、うん、これは違うような気がするとかまたは あのこれじゃないみたいなねそんなことが起こるのかなって思うわけなのでここはね私はね自己観察本当に自分が何をあの願っていて本当の思いは何ででそこと考えと言ってる言葉 あの考えと口が一致したらすごいそ通ってくるしねでそこが思いと一致してたらしっくりくるしでその通りに行動できたら本当に願っていたことが現実に結果として得られるじゃないですかなんかねこれね外側がどうとかじゃなくてやっぱり、ね、内側だっていう話にもね今日の講座ではなったんですよね、あのー、変えたいのは外側 <laughs>。 あの結果がねうまいこと言ってなかったらその結果を変えたいって思うわけなんだけどもでもその結果を引き起こした内側の何かが、あのーまあ、原因があるからねその部分を結果っていうのはもう自分から離れちゃってるから。 もう起きてることだし過去のことだから変えるっていうのがなかなか難しいわけなんだけどもあの変え方はあるんだけどもねでも内側を次にじゃあ本当に望む結果を出したいとかって思う時にはやっぱり内から外内側が外側内側が外側あのよく言う7つの習慣でのインサイドアウトですよねあの自分の内側に影響力を持ったらそこが波及して波紋して あのインがアウトとして一致した現象を自ら作り出せるあの結局自分次第なんだみたいな考え方があるわけなんだけれどもやっぱそこだなみたいなふうにね思いましただからねお天気変えられます <laughs> 心のお天気体の状態のねお天気を。 で変えられないと思っているのはあの自分の、ね、今までの,、ね、あの染みついた思い込みだったりとかします。でじゃどうやって変えたらっていうのが、まあ、今日の話だとお天気もそうだし、えっとね、やっぱり大事なのが、ね、私はうーん呼吸、呼吸に尽きるかなって思っているところが私自身はありましてでも最近、「鬼滅の刃」流行ってるじゃないですか。であれね見る方によっては いやすっごいことを教えてくれてる漫画だみたいなねあのまだね私ねネットフリックスであの3話ぐらいしか見てないんだけれどもあこういうことかなみたいなのがね受け取れる範囲私のねまだこの見た範囲での受け取りなんだけどもあのよく「全集中」とかってあ,あとねなんか言葉で出てくるじゃないって難しい言葉だからね私ねあの 耳だけで聞けなくて何て言うんでしょう字幕日本語でその漫画はアニメーションは日本語で聞けるんだけどもにあの吹き替えでも何ともなく何でもなく日本語であのおしゃべりしてるじゃない「あの鬼滅の刃」ってねでもね言ってることが結構ね難しくて感じてないとね分かんなかったりするから字幕もつけて見てるんですよ。 あそういういことみたいなあこの漢字のこと言ってんだみたいないこの四字熟語初めて聞いたみたいな感じであの検索したりとかねだからね、あのー、結構ね子どもたちはもしかすると感覚でね面白いとかって思ってるかもしれないけども大人 の私からすると面白さがねやっぱりね文字からあのロジックで受ける面白さっていうのがあってねだからあの日本語で聞いてるんだけども字幕もつけてね <laughs> 見てるみたいな感じですでそこでねそうそうそう「鬼滅の刃」ってあの呼吸つまり状態管理がものすごくこの何えっ、ー、と戦いに影響を及ぼすでしょそこが影響してるというかね それがまあ一つ呼吸だったりするんじゃないかなって思うんですよね。で私呼吸に関してはあのー、心理学を学んでるときになぜか気候教室に <laughs> 通っていてな <laughs> んでだったのかなえっ、ー、とね通ってもえっ、ー、とね反しながら夜の,この気,を気候教室に行くのが最初ね遠いしめんどかったんですよね。でも、ね、行き続けたら ものすごく気持ちがよくて。 疲れれが取れるっていう感覚を得たんですよねあの気候教室で何をするかって言ったら「吐いて吸って吐いて吸って」みたいなで気を集めて気のボールを使ってその気のボールでなんか体の調子が悪いところを気のボールをあの当てて転がしてなんとかとかねであとあの相手と気の交換をしてみたいなねあのなかなか面白い気候教室だったんですけれどもそれをやって だけで,あのでもお家では自主練でねあの吐いて吸ってとかねで足から足の裏から空気息をしているかのように吐いてそして足の裏から吸うようにみたいな感じでねあの本当にねそれをまた全身でとか手のひらでみたいなことをやっていったら。 体の調子がね先に感じたんですけども私はあんまり鈍感だからそんなのあんまり感じない方なんだけども体がね楽になっていったんですよね。で仕事帰りでも慌ててその教室に間に合わせて車走らせていくから焦りながら結構ヘロヘロになりながら滑り込みでで吐、はいて吸ってみたいなことをやってただけなんだけども。 体が楽になってで通い続けたらもうなんかね行かずにはいられなくなったのもうそこでのそのそれをすることで自分がね良くなる調子が良くなる心地よくなるで楽しくなるっていうのが体感覚的に肌感覚で感じることができたからあの本当に通うのが楽しかったんですよねでもっと言うとその時のその教室での 感覚を思い出したら教室に行ってないのに吐いて吸ってやってないのにあー楽だなーとかねリラックスできるなーみたいなそんな感覚を感じられるようになったんですよねだからこれ,これは何かだと思ってお家でもあの朝だったりとかまたは車乗ってる時にねあの信号待ちの時に吐いて。 吸ってみたいなことをあの最初は意識するために手であの吐く時には自分の手を自分から離してね前に出してそして吸う時にはその空気を取り込むようなあのイメージでねはあの遠くにあった手を自分の内側に引き寄せてみたいなあの波の呼吸っていう風にね引いて。 そして寄せてまた引いて寄せてみたいなねそんな波の呼吸をしたするようになったのお家でもことあるごとにそしたらめきめき体の調子が良くなって体の調子がね軽くなるから気持ちが明るくなってきたんですよねあ。これ私 医者いらずになるなるってなんかね確信したんですです後から、まあ、心理学を学ぶようになってねなぜそれが呼吸によって体の調子とあと心の調子まで変化させることができるようになったかっていうのが後から分かったんですけども何度かねこの「i+」のラジオでもねお伝えしてたりとかする部分なんだけども呼吸って 漢漢字字字一文字で表すすとしたら何の漢字になりますか、ね、呼吸ってあの二文字から来てるでしょでも別の言い方をするとしたらあの息を吐く吸つまり呼吸するっていうのは息を吐いて吸ってみたいな「あの息」っていう一文字にまとまるじゃないですか。でもこの「息」っていう漢字も漢字二文字が合体して「息」になってるでしょ これ何の,感じと、ね、何の感じですかって言ったらちょっとあの空で、またはなんかね、ボールペンとかペンある方は息っていう感じ書いてみたらあ自分の字と心だみたいな発見があると思うんですよね。つまり呼吸を自分であのこれ、ね、コントロールというよりも管理マネージメントあの変化させることができたら自分の心の状態も変化させることができるっていうのが 理解がガチーンってあの合わさった時になるほどみたいなことがあの起きたんですよね私の中ですごいみたいな感じですごくないですかこれあの息を、まあ、呼吸をね吐いて吸ってっていうのをマネジメント管理することができたら自分の心を変化させるつまり 管理することができるんですよって自由に自在に変化させることができるんですっていうことなんです。だからねこれねうーんなかなかセッションまでとかまたは学んで学んで自分の心が変化するって学ぶのにだじゃあ一体何時間かかって一体いくらお金かかるんだみたいな今変えたいんだって思う時あるじゃないですか。でもなかなか心って。 気分ってってて感情変わらないとかね体の状態もなかなかこの状態から抜け出せないと思ってる私たちがいるんだけども息の仕方でで変えられますすよよっていうことなんですよね医者いらずえカムセラーいらずなんじゃないかなって思っているわけなんです私は。つまりつまりねあの息私たちしてるでしょ呼吸してるじゃないですか。あの 意識をしししてててていいももななくても呼吸はしているわけなんですそこにちょっと、ね、意識を向けてみて今は吐いて吸ってってしているのを息を例えば早く息をしてみてくださいって言ったら「吸ーは吸ーは吸ーは」って早くできるわけなんですよねで。じゃあ今度はゆっくり吐いてみてください「ふー」でゆっくり吸ってみてください「すー」とかってねあのそれもできるわけなんです。 でそして、止めてみてくださいって言われたらある程度の秒数はね、息、うん止めることもできるわけなんですよね、海に潜ったりとかあの水泳とかしてるときって、あの数秒間、息止めてるでしょ、であの海の中、水の中でなくても、今この瞬間、例えばどのくらい止められるのかしら、あのこれ、ずっとやってくださいということではなくてね、あの止められる私たちがいるわけなんです。 つまり速さも変えられるそして軌道とスイッチオンオフもできるっていうことなんですよね。ということは他の臓器ではそれができないのにこの呼吸という機能は私たちの意識でマネージメントができるっていうことなんです。となると普段ねやってるはずなの。の焦ってる時に あの呼吸を整えようとする私たちいませんか落ち着け、落ち着け、深呼吸みたいな感じでああ一息つこうみたいなそう、一息つこうって呼吸意識しなくてもちょっと一息つきましょうか、ふうみたいな感じでね安心したいときリラックスしたいとき息を整えるっていうこともしてるんですよね。でそしてなんかねモチベーション上げたい時 または、えーとね、ウォーミングアップの時ってアスリートの方たちって息を上げるっていう心拍数を上げるときに呼吸の仕方を変えていくんですよね。または体を動かしたら呼吸が変わるから温まってきてあの調子が出てくるとかねあのいきなり走るとかいきなり何か動作をする前に呼吸を変えていくと状態が変化するから。あのー そうこれね管理ができているっていうことなんですね。そこに気づけたら自分の心って息で変化させることができるそしてどうやっても私たちって息耐絶えるまで呼吸はしているから人生まで変えられるんじゃないかっていうところにつなげると実は生き方まで息の仕方によってねあの生き方息の仕方 生き方につなのでね瞑想教室とかね私呼吸あ違う気候教室ってやってたんだけども結局ね呼吸についてあの延々語るみたいな、ね、熱く語るっていうことをねやってました。どうせ息するんだもんだとしたら吐く時にもういらないものを吐き出して吐いて吐いて吐いて吐き切ったらスペースができるから。 あの結構ね余計なゴミで埋まってます感情もね心もあの体の中もだから呼吸で吐く時にそれを吐き出して手放してそうするとスペースができるのでそのスペースに必要なものを取り込む吸う時に欲しいエネルギーとかね望ましい気持ちとかまたはうーんチャージしたい エネルギーとかねあのそういうのをスペースができたからこそあの入る場所があるから取り込めるのでやっぱり、ね、吐くことが大事なんですよね,、えっと、ねこれね最近会った方とその話をしてた時に生まれてくる時に赤ちゃんの時、ね、赤,赤ちゃんの時っていうか赤ちゃんってお母さんの体から飛び出す時におぎゃって吐くでしょ。 それがが最初なんですよね命が始まりあのもちろん宿っている時もあの胎児の時も命ってあるんだけどもこの体お母さんの安心した、ね、中領域の中から飛び出す時にうわーっと吐き出すわけなんですよ。おぎゃーってでそこから始まるあの命があるわけなんだけどもでも命が終わる時って息を引き取るっていうじゃないですか。だから、ね、が先なんですよ あのよく、ね、私たち吸わなきゃ息ができないから吸おう吸おうとするんだけども実は、ね、吸ってばかりだとこれ過呼吸になってねあのスペースないのに入れていくといっぱいになって入らなくて機能停止になっちゃうんですよ、ね、逆にだから先に吐くことから吐かないと始まらない。ね、赤ちゃんでおギャーでー 終わるる。きに息を引き取るだから吐くことからが先なんですよっていうことなんですよ、ね。もう面白いなって思ってね。あの、 感じてもさあ息呼吸深いですね。もうこれだけでもずっと話せるなみたいなところです。<laughs> ねあのこうやって声今あのをお,お届けしてますが、声も音じゃないですか。まあ一つの音なわけなんだけども、これも呼吸なしでは声って出せないんですよね。 で、その時に声の出し方もやっぱりねうーん響かせ方っていうのがあって空気の含め方だったりとかねで夫も体の、まあ、これ心コンシェルジュの,あの考え方なんだけども宗志郎さんご存知の方弁天音っていうね宗志郎さん独特の,あの、まあ、音の響かせ方っていうのがあるんだけどもやっぱりねその夫がその 呼吸の仕方によってまたね体の内側でどの部分にその音を当てるかによって出てきた時の響き方相手への届き方が全く違うんですね。なのであのこれ好き嫌いがあるかもしれないけども皆さんあのラジオとか聞かれていてまた YouTube とか何でもいいです。あのテレビとか聞いて ってね、あの見てるものでも聞同時に聴いてるから好きな声とか、まあ、好きな話し方とかいらっしゃると思うんですよね。あのその時に多分ね、あのー、好みもあるんだけども届いていてる自分に届いてる声っておそらくねその方が出してる声の出し方がすごくね自分と一致していたりとかね なんか耳触り耳心地が良かったりとかするんですよねあのそのねエネルギーの使い手は声の出し方声になる前音の段階で体のどこに当てて声とするか音にしていくかっていうねその気の使い手はねあの多分その人の話はねたくさんの人に届いたりとかまたは。 感動とかね、心に残るとかねそんな声の出し方が実はあるということなんですそれがでもあの呼吸から始まる息が要なんですよっていうところですねあのそんなこんなをまあ朝の講座ではあの学びそしてお伝えして今日の時間が <laughs> あ,のあるわけなんです。 ね、面白いですよ、ねあのー、普段私たち喋ってるし声出してるからなんてことないことであってもなんかそこが学びだったりとか理解があの深まったらこれね使えるように生、まあ、かせるようになってくるんですよねそこがね私ね学びの面白いところだなって思っています。でその学びもね うーんと吸収率高めたらより学べるじゃないですか,あの学,ななんか学ぶ時って知りたいことがあってん話を聞く時とかあとなんか勉強する時とかね でお金払うでしょ。で時間をから、まあ、今 Zoom で学べるものってたくさんあるし YouTube からもねタダで学べるものもあるんだけど、まあ、リアルでその教室に行くとか話を聞きに行くとかってなるとあのお金使って時間使って体使ってエネルギー使ってみたいな時にあの もったたいいいいいない思いしたくなな思しくじゃない私ね欲張りだから損したくないとかって思うんですね。どうやったら損しないで済むかなってあの勉強する時にねこれこれだけ投資したんだから損したくないなって思いながら勉強してる時にあこうすればいいんだって分かったことがあって何かって言ったら人に教えられるぐらいに学ぼ勉強しようって思ったら吸収率がね格段に上がることに気がついたんですよね。 あのただ自分だけ受け取って満足しようってあのそういう学びでも、まあえーとね、趣味の範囲でとかね自分が知れればっていう範囲でももちろん OK なんだけども私はねなんかねそこよりもなんかもうちょっと満足度上げたいなって思った時にどうしたらいいんだろうって思った時にですねあ誰かに伝えられるようになりたい。 そしてそのために学ぼうとかねあこれなんか私だけじゃもったいないから教えられるぐらい受け取ろうっていうふうにしたら吸収率がね全くね次元が変わるぐらいの吸収率が高まったんですよねあのつまりね教えられるぐらい勉強ができたんですだから私多分ねあの講師とかセミナー講師とかね あのただねティーチングじゃないっていうところかなコーチングしながらあの、まあ、肩書きがメンタルトレーナーだからあの習慣化できるように教える以上にその人もできるようにその人も誰かにも教えられるようにあのするっていうのを大事にしてるのでねあのトレーニングできる,できるようにその人も 自主練してて誰かににもトレーニングさせてあげられるようにそんな風にねあのな意識で学ぶと吸収率が高まったので是非ね皆さんも何か知りたい学びたい勉強したい成長したいっていう時にはあの誰かに教えるつもりで学んでみてください。はい、今日はねもう呼吸にあの話がねあの始まり呼吸で終わりましたが是非ね ちょっとこの週末は呼吸に意識を向けて過ごしてみてくださいお天気どうかな週末ねちょっと暖かくなるといいですねまた来週お耳にかかるのを楽しみにしています素敵な週末をお過ごしくださいそれではごきげんようさようなら